ラップ歴22年ブルースネラップマフーガエアウガチャンネル登録者数1000人達成のためにいろいろ挑戦するチャンネル。はい、どうもフーガエアウです。今回もインタビューでこのラッパーに来てもらっています。はい、どうもフーガエアウです。はい、つまり前回に引き続きセルフインタビューですね。はい、そうですね。前回はラップを始めたきっかけや、Eトレーダーの活動の話、ラーメン屋の開業まで話を聞きました。簡単に振り返ると、フーガ栄養さんは1978年生まれで、1999年にラップを始めた。最初の2年はバンドでラップをしていた。そして2001年にEトレーダーを結成し、2008年に活動休止。2010年にラーメン屋を開業したってとこまでお話ししましたね。そうですね、割とあっさり時間流れましたね。はい、かなりはしょりました。さて、ラーメン屋を開業していたってことですが、その時はラップはやってなかったんですか？そうですね、ラーメン屋やってた時はライブはできてませんでしたね。朝6時半とかに店行って帰ってくるのは夜の12時とか1時とか2時とかでしたからね。まあ、ただフリースタイルは脳内でやってました。めちゃくちゃハードな仕事ですね。なんでラーメン屋は辞めちゃったんですか？まあ、2年弱働いたんですが、疲れがちょっとピークだったんでしょうね。現茶で朝通勤している時に居眠り運転をしてしまいまして、止まってるバスに突っ込んでしまい、足の骨折っちゃったんですよ。危ない。それで店閉めちゃったんですか？はい、入院もして何ヶ月か松葉杖じゃないと歩けませんでしたからね。その間も家賃の支払いとかあるわけでして、それで閉めちゃったんですよね。なるほど、残念ですね。その後はどうしたんですか？4ヶ月くらいで歩けるようになったので、普通の大きい会社に就職しました。そこから立ち直そうと、そういうわけですね。ラップはすぐに再開したんですか？すぐに再開はできなかったですね。2013年ぐらいですね。で、MC ネームを AO からフーガ AO に変えました。ほう、この時にフーガとつけたんですね。それはなぜですか？それはですね、AO で検索してもですね、ヒットしないんですよ。例えば AO のブログとかやってましたけど、AO で検索しても、AO ニュースとかそういうのが出てきて、全然見つからないんですね。なるほど、ネット対策ですね。あとはネーミングいいですね、日本的で。そうですね、もともと風の雅に AO で漢字と英語にしようと思ったんですが、全部英語の方がワールドワイドになれる気がしまして、そうしました。確かにそうですね。この頃からハーモニカを取り入れた曲を作り始めたんですか？そうですね、ハーモニカ、ブルースハープを取り入れたヒップホップをやろうと思いました。あまりないですもんね、そのスタイルは。何かを参考にしたんですか？参考になるようなアーティストが少なくてですね、困りましたね。強いて言うなら G ラブですね。お、G ラブね、G ラブさんですね。ヒップホップというよりサーフロックですよね。と言っても全然 G ラブっぽさは自分にないんですが。完全オリジナルですね、じゃあ。そうですね、まだスタイル確立されてないですけど、発展途上って感じですかね。そうなりますね。フーガ AO になってからどのくらいのペースで活動してるんですか？なんだかんだライブは2ヶ月に1回とか、もしくは1ヶ月に1回くらいのペースでやってますね。呼んでくれてる人たちに本当に感謝してます。自分は1年、2年くらいヒップホップシーンから離れてますし、事業にも失敗してるので絶望していた中で、そんな中で復帰したい頃に呼んでくれていた橋渡しいや DJ 市川さん、本当感謝してもしれません。なるほど、作品のリリースはどんな感じですか？リリースはまず2016年にコンプレーション CD 作りました。歌舞伎ヒップホップってタイトルで、歌舞伎もの、つまり一風変わったスタイルのラッパーを集めて作りました。あとはまあターティ君の企画ミックス CD に参加させてもらったりとかですね。あとはまあ2019年に配信アルバムブルースヒップホップを発表しました。お、20周年記念アルバムですよね、ブルースヒップホップは。今はもう配信してないんですね。ちょっと大人の事情でして。今後はどういう活動に力を入れますか？ご察しだと思いますが、 YouTube ですね。今は数打って動画の感覚を練習してるというか、いろいろ挑戦している感じですね。ためになるラップとか目指してるんですか？
そうですね、人生の糧になるようなことをラップを交えて表現したいと思ってます。なかなか難しそうですね。例えば自分が YouTube に求めるのって、すごいものを見たいとか学びたいって感情、つまり関心や感動を求めてるので、それをラップ交えてやりたいと思ってますね。挑戦はすごいことだと思います。挑戦中ですね。なんで、そうですね、ラップを分かりやすくする言葉でラップしたり、言葉数を少なめにしてラップしてんで、スキルの強調とかはしないんですよ。で、その部分でドープのヒップホップファンからしたら、何やってんだってなるかもしれないですね。これからも頑張ってください。これからも頑張りますので、応援よろしくお願いします。本当よろしくお願いします。はい、今日はセルフインタビューしてみましたが、他のラッパーのインタビューもこれからはやりたいと思うので、興味ある方はコンタクトしてください。では今日も長い間ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。